はい、皆さんこんにちは。 YouTube チャンネル未来なご視聴ありがとうございます。できないね、なんでこんなの被ってんねんと思うと思うんですけれども、嫁ちゃんにね、こっちを見ないでほしいと言われてるので、今目を隠した状態でここで今待っております。なんだよ、初めてやな、こういう感じのサプライズ。未来の声が聞こえる。どうしたら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 。ドキドキピラッめっちゃかわいい。めっちゃかわいい。あ、これ用意してくれたの。めっちゃ嬉しい。皆さん見てください、これベストダディエバーっていうね。すげえ、どこに見つけたのこれ。めっちゃかわいい。ちょ見てこれ、めっちゃかわいい。全然見ないもん。ありがとう、みんな準備してくれた。ありがとう、みんなありがとう。じゃあめっちゃかわいい。ちょっと待って、めっちゃかわいい。アイラブメタで、うわめっちゃかわいい、この T シャツ。なにこれ、めっちゃかわいい。ティエイ。今日はね、2023年の6月18日というわけで、父の日ですね。そう、未来が生まれて、ダディになって、父親になって初めて迎える父の日というわけでサプライズしてくれた。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いやんけ、これ。めっちゃ、よう見つけたな、これ。すごいな。めっちゃ可愛い、見てこれ。熱い、ちょっとめっちゃ熱い、急に熱い。ちょっと待って、これ、どうしたい。はい、もらいます。Tシャツをいただきましたので、ちょっとね、着替えに行きたいと思います。ちょっと待っててくださいね。はい、というわけで皆さん、見てください、これ。アンダダディというわけで、アンダダディとアイラブダディ。おーかっこいい、かっこいい。未来ありがとう。クラちゃんもね、すげーな。未来どう、父の日。ダディ頑張ってるけど、どう。未来のダディになってから10ヶ月ちょっと。ダディとしてね、これからも日々頑張っていきたいと思いますので、皆様アドバイスなどもあればぜひぜひ、コメント欄にいただければと思います。めっちゃ嬉しい。めっちゃ熱い。ちょっと待って、すっげえ汗かいてきた。じゃあこれからもよろしくな、未来。未来がこの世に生まれてきてから10ヶ月。ありがとう、未来。拍手してくれてんの。ありがとう。こちらこそ、これからもよろしくな。ありがとう。改めてね、気を引き締めて、ダディとして頑張っていきたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。未来、ありがとう。バイバーイ。シャバダバ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 。